ケントチャンネルへようこそチャンネル登録もよろしくお願いします今回は11月12日の夕刊フジに掲載された私の連載コロナムを紹介したいと思います解説も入れておきます米大統領選で7日、日本時間8日 民主党ののジョー・バイデン前副大統領77歳の当選がほぼ確実になった。米紙ニューヨーク・ポストは先月中国のエネルギー企業から次男のハンター氏に巨額な資金が渡っていたという疑惑を報じた4年間で米国の査定化は避けられそうにないがそれでも現状からの大転換は難しいと見る 根拠となるのは大統領選前から中国への徹底した強硬姿勢が貫かれてきたという点だ6月には新疆ウイグル自治区での人権侵害に関わった中国当局者に制裁を科す法案が成立したウイグルは中国の核心的利益だが同法案は 上下両院でほぼ全会一致の指示で可決されていた9月にも中国問題を検討する共和民主両党の複数の委員会が投資貿易防衛諜報能力などあらゆる領域で中国が今世紀最大の脅威という認識で提言している米議会では上下院与野党問わず 中国へ厳しいい目が向けられている。中国に対しドナルド・トランプ大統領74歳がマイク・ポンペイオ国務長官とともに後戻りさせない長期的な政策をとってきた成果も非常に大きい決着がついていないものの米議会上院選では共和党が過半数を維持する公算が大きく これもバイデン氏の政策にブレーキをかけられる大きな要因となるだろう最も懸念されるのは沖縄県尖閣諸島や台湾の行方だ日本と台湾だけでなく米国にも地政学的に重要と言える尖閣諸島では中国交戦による領域侵入が10月に最長時間を記録し領海外側にある 接続水域を航行した日数は過去最多を更新している。これ以上の暴走を止めるには、日本政府が領土、領海を守るための具体的行動に着手しなければならない。中国による反発は予想されるが、リスクをとってでも、灯台の設置や自衛隊と米軍による共同訓練などの検討を急ぐべきだ。 バイデン氏は同盟国との協調を重視しており日本との同盟を軽視することはないだろうただトランプ氏と安倍晋三前首相のような蜜月関係は期待できないもちろん早い段階で菅義偉首相がバイデン氏と会談する必要はあるそれでもトランプ政権の間に実効性のある行動を移らねばならない 地球温暖化に関する政策を一丁目一番地に掲げるバイデン氏が安全保障分野における政策を固めるには相当な時間がかかると思われる尖閣諸島を守るということは沖縄や日本だけではなく台湾を守るという意思表示でもあるアジアと世界の平和と安全を守るため日本政府の決断が責められている 極東防衛問題に詳しい専門家は、バイデン政権に移行する隙に中国が軍事行動に出ることを非常に懸念しています。そういうこともあって、台湾に武器を最近アメリカが撃っています。最新型の戦闘機などです。それから先週からでしょうか、米軍が台湾に、えー、行ってですね、 毎年行われるようなんですけれども、共同訓練を行っています。普通はこれを発表しません。しかし、今回は公表してしまいました。これはもちろん中国へのメッセージです。それから、まあ、しかし、中国が台湾に侵攻攻撃するということは、もう絶対に戦争になるので、それはすぐにはしないと思います。 すぐにできることは何かというと尖閣諸島を実効支配することなんですね。ですから、バイデン政権に移行する式にこれをやるということは十分にあり得る,ると思います。だからこそ、日本は今のうちに尖閣諸島を実効支配する必要があると私は思っています。そうすることは、中国に対して景況暴動を戒む。 効果があると思いますそして今のうちだったらトランプ政権下でアメリカ軍は安保条約に基づいて尖閣諸島を守る行動をサポートすると正式に発表しています。これバイデン政権になってしまえばこれが変わる可能性があります。ですからこの問題は新しいバイデン政権が誕生する時まで引き延ばすことは 懸命ではありません私はたびたび尖閣問題をこのコラムで取り上げていますが今は最優先課題とても緊急な課題だと私は思っておりますですから今のうち早急に日本政府が行動に移ることを強く提案しますいかがでしょうかよかったら 高評価ボタンを押してコメントを残してくださいご清聴ありがとうございました